レバノン内戦。レバノン内戦は、レバノンで1975年から1990年に起こった内戦のこと。その規模などから第5次中東戦争とも呼ばれる。歴史的に、キリスト教徒の多いレバノンは、第1次世界大戦、第2次世界大戦を経て、周辺アラブ国が独立すると、中東では数少ないキリスト教徒が中心の国家となった。 元来のレバノンの領域は小レバノンと呼ばれ、これはオスマン帝国時代にこの地を支配したドゥルーズ派の領主、アミール・ファハル・アティーンの支配地を根拠とする。長らくこの地域こそが真のレバノンとされたが、第一次世界大戦後、事実上の創始国となったフランスは、元来のレバノン領域、小レバノンを大幅に超えて、大レバノンと呼ばれる元来、シリア領域とされるベッカー高原。 レバノン北部及びトリポリ市、レバノン南部をも含めて国境線を作成した。これはマロン派を含めたレバノン独立運動を阻止したい。フランスの分断政策の一つであった。このことがレバノン内戦を誘引する根本的な理由となった。こうした理由からレバノンという国家そのものが人工的なものであり、周波別で国民、国家の意識の濃淡が激しかった。 具体的に言えば、独立運動を牽引したのは、キリスト教マロン派とイスラム教ドルーズ派であり、この両派はレバノンに対する貴族意識が高いと言われる。一方、イスラム教スンナ派、以下、スンナ派や、ドーシーア派、以下、シーア派、ギリシャ正教徒は、もともと小レバノンには少なく、大レバノンに多く住んでいた。彼らの生活圏は、元来シリアであり、ベイルートよりも、 ダマスカスの方に貴族意識が強かったとされる。これらに対して、比較的最近になって移住してきたアルメニア人は内戦に積極的には関わら、中立の姿勢を貫いていた。しかも、こうした宗派は、レバノン国内では圧倒的な多数派を形成せず、いずれもがほぼ同じ配分で存在する宗派社会であった。政治的影響を懸念して、レバノンでは過去に二回しか、 国政調査が行われず、フランス統治時代の第二次世界大戦中に食料配給のために調査したものは、非公開、公開がなされたのは1932年の調査のみであり、これはキリスト教録、イスラム教語という比率であった。この時の国政を根拠として、独立時に国民協約と呼ばれる紳士協定が結ばれた。これは大統領はキリスト教と 首相はスンナ派、国会議長はドーシーア派というように宗派ごとの閣僚、議席のポストを配分したものであった。これは、不分協定であり、暫定的であって、国政調査に基づいて変動が行われるという条件であったが、実際に国政調査は行われず、イスラム教徒の増加を無視する形でこの国民協約に則っ,った国運営が続けられた。 このことが不利な立場を強いられるイスラム教徒の反発を買った。また、レバノンに存在する宗派社会は、米ルートを除けばそれぞれ住み分けを行っており、集落、学校、社会風習はもとより、軍隊の各部隊までも宗派別に区分されるというありさまであった。このことは、統一された国民意識の発達を阻害し、 国家よりも自分が所属する宗派に従うという事態を生んだ。こうした国民意識の希薄さは道内戦におけるシリアやイランの介入をおびき寄せることにもなった。1958年にはアラブ民族主義の台頭を背景にイスラム教徒による内乱追放、ヨルダン内戦、黒い9月事件が発生すると多数のパレスチナ難民がレバノン国内に流入。 イスラム教徒数の自然増加と相まって政治バランスが崩れ始めた。国内に国軍以上の軍事力を持つパレスチナ難民の存在にマロン派からは懸念が示され、武力闘争によって難民を追放しようという動きも出てきた。PLO の流入の結果、流血の事態を恐れたレバノン政府は PLO に対して自治政府並みの特権を与え、 イスラエルへの攻撃も黙認することとなったカイロ協定。1994年にイスラエルパレスチナ間で締結されたカイロ協定とは別物。これは当初極秘に取り交わされたがマスコミに暴露された結果、レバノン社会、特にマロン派に衝撃を与えた。この協定の結果、レバノン南部にファタハランドと呼ばれる PLO の支配地域が確立。 レバノン国軍に PLO を抑え込む力がなかった結果の措置だったがイスラエルには明確な敵対行動としか映らなかったイスラエルは空軍及び特殊部隊を用いて南レバノンやベルートを攻撃当時のレバノンは一定の空軍力こそ保有していたが政治力学的にレバノン国軍はこれに報復することはできなかったこの姿勢はイスラム教徒の怒りを買うこととなった 結果、優位保守を主張するマロン派と政治力強化を欲するイスラム教信者、パレスチナ難民との間で対立が激化する。ファランヘトをはじめとするマロン派は、アメリカソビエト連邦から様々な下器を調達し、既存の民兵組織を強化した。また、イスラム教徒も、PLO やシリアから軍事支援を受け入れ、アマル、シーアパやタウヒード、スンナパといった、 民兵組織を構築していった。高級なリゾートホテルが立ち並ぶベイルート港に、次々に新品の軍用車両や家宝が,が荷上げされるという不気味な風景が1970年代前半に数多く見られる中、1975年に内戦に発展した。きっかけは1975年4月13日、ベイルート港外南部のアインルンマーネ地区のキリスト教会で、 ファランヘ島による集会が行われていた際、同じく集会を終えて帰宅しようとしていた PLO 支持者たちバスが境界を通りかかり、興奮していた PLO 支持者が境界に発砲。ファランヘ島側もこれに汚染して銃撃戦に発展し、27名が死亡した。この事件は地名を取ってと呼ばれ、不毛の内戦の始まりであった。衝突は14から15日も続き、 トリポリ、サイイダにも拡大し、100名以上が死亡した。また、同じ時期に、南部の港町、サイダにおいてもスンナ派の漁民と、マロン派系の水産会社が設定した、漁業権をめぐって騒乱が起こった。レバノン国軍が、この鎮圧に乗り出したものの、武装した漁民によって、ヘリコプターを撃墜されるという事件が起こり、この騒乱もイスラム教左派を先導することになった。この間、 アラブ連盟事務総長、シリア外相の調停工作で4月16日に一旦停戦した。しかし、5月19日深夜に、ベイルートの東部でクタワー地区で再び、パレスチナゲリラとファランヘ等武装グループの戦闘が行われた。5月23日には、この衝突の責任を取って内閣が辞任を余儀なくされ、軍人政権が成立したが、5月26日に、 わずか三日間で総辞職を余儀なくされた。それは、軍人政権に、イスラム教徒、サハ政党などが激烈な反対運動を前後に、渡って展開したことによるものだった。パレスチナゲリラとファランヘ等武装グループとの対立、構想は、次第に、レバノン派勢力、ファランジスト等を中心とすると、レバノンサハ勢力、イスラム教徒を中心とするとの衝突という形になっていった。 戦闘そのものは、ライフル、機関銃、ロケット弾等による散発的なものであった。また、マロン派とイスラム教、PLO 双方の民兵組織は対立する宗派の国民を次々に誘拐、拷問、処刑するという残虐ためを繰り広げた。特に週末は、ブラックマンデーと呼ばれ、こうした残虐行為が頻発した。自動車爆弾も次々に、ベイルート市内に置かれ、 用人を含め多数の市民が殺傷された。誘拐は外国人観光客や外交員もターゲットとなった。内戦には距離を置いて中立姿勢を保っていたドルーズ派も信徒が殺害されたことによりマロン派と対立していくことになった。こうした事態に警察は対処できず職務放棄をしてしまった。また直接は政治と関係のない後藤団もっ古してベイルートは 戦闘と犯罪で荒廃した PLO や各民兵組織は強奪した金品を軍資金にしたという指摘もある。海岸沿いのホテルや観光施設は民兵組織によって占拠された。1975年10月以降、各州派の民兵たちは立てこもるホテルを要塞化し、互いの陣地と化したホテルにめがけて銃撃や砲撃を繰り返し、この戦闘で 多くのホテルが壊滅した CF。こうした結果、ベイルートはイスラム教徒、パレスチナ難民の多い西ベイルートとマロン派の居住する東ベイルートに分裂。東西の境界線にはグリーンラインと呼ばれる分離帯が築かれた。このグリーンラインは中立地帯ではなく、時には双方で戦闘が起こり、平常時でも周辺の廃墟に狙撃兵が潜んでいる。 危険地帯となった。内戦当初は必ずしも各州派の住み分けが明確化していたわけでなく、政治と距離のある住民は仕事などでこの危険地帯をまたいで東西の米ルートを行き来することもあり、多くの一般市民が死傷したと言われる。また、セルビスと言われるタクシーの運転手たちはこのグリーンラインを全速力で突っ切ることを信いられた。より合い帯であるレワノン政府は 内戦終結に消極的であり、レワノン国軍も脱走兵が相次いで機能を喪失してしまった。特にイスラム教徒の国軍兵士は所属中派の民兵組織に逃げ込み、一部はレワノンアラブ軍という反乱軍を結成した。1976年3月以降、ファランヘ島などのマロン派民兵組織は軍事力の豊富な PLO やアマルに次第に追い詰められていき、 東、ベイルートや、ジュニエといったマロン派の街に閉じ込められてしまった。こうした、レバノンの事態に、シリアは当初は、中立的な立場から生還し1976年2月には、ダマスカス合意と呼ばれる、政治改革案を、当時のスライマーン・フランジーヤ大統領に当てて、発表した。この合意は、恩恵的な政治、社会改革を目指すものであった。しかし、これは、 基本的に内戦以前のレバノンの現状を維持するものであり、イスラム教徒サ派ハには強い不満を残すものであった。特にドゥルーズ派や PLO からは強い反発が生まれた。ドゥルーズ派の名家出身であり、熱心なソ連支持者でもあった社会主義進歩党指導者のカマール・ジュンブラートも PLO との連携に積極的であり、レバノンにおけるアラブ民族主義政権樹立に 石敵であった。ジュンブラートは内戦勃発前の1968年にレバノン国民運動王と呼ばれるサハ連合体を成立させ、マロン派に変調している政治権力を取り戻し、反アラブ主義国家を樹立させることを目標とした。ジュンブラートにとってこの内戦はその夢が実現する好機であった。1976年5月、シリアが レバノン政府の要請に基づいて進行してきた。シリアにとってはドゥルーズ派と PLO の推し進める革命はイスラエルのレバノンシリア攻撃を誘発すると考えていた。このため軍事力によって旧神派の PLO やイスラム教ドゥルーズ派を制圧したのである。PLO やサ派、そしてアラブ社会からはシリアの行動に対して非難が出された。1977年3月、 シリアを裏切り者として特に避難したジュンブラートは何者かによって暗殺されてしまった。シリアの軍事介入により内戦は一時的に沈静化する。しかし和平に失敗した上にマロン派とシリア軍、さらに PLO との対立で再燃化してしまう。特にシリア軍の行動は PLO に不信感を与えたが、 マロン派内も反シリア・バレスウチナを旗印に1976年9月にレバノン軍団と呼ばれる民兵組織連合体を結成する。シリア軍と LF は散発的に衝突し、PLO やドルーズ派とも戦闘を繰り広げた。劣勢であった LF はイスラエルの支援と介入が不可欠とも論み、内戦へのイスラエル参入の機会を模索した。 1976年の軍事介入の際、シリアはイスラエルとの間でレッドライン協定と呼ばれる取り決めを行っていた。これはベールート以南に旅団規模を上回るシリア軍主力部隊を駐留させず、デワノンにおいてイスラエルを射程圏内に収める長距離砲、ミサイルロケット弾を配備せず、また一切の戦闘機、爆撃機を レバノン国内に駐留させないという不分立の協定であった。また、こうした兵器を用いて必要以上にキリスト教徒に危害を加えないという条件も加えられていた。軍事介入はあくまで内戦終結を目指すものであり、イスラエルに対する敵対行動でないということを証明するものだった。LF はレッドライン協定に着目し、1978年に検問で LF 部隊をシリア軍と衝突させた。これに起こったシリアは、レッドライン協定を無視してマロン派の拠点である東、ベールートに砲撃を加えた。イスラエルは協定違反として、シリアを非難した。さらに特殊部隊と空軍機を出動させ、理カにイナンのレバノン南部を占領した。しかし、イスラエル軍の自身による占領は、国際的批判を免れず、 イスラエルはレバノン国軍の元将校であるサード・ハッダート・少佐に占領地を譲り渡して支配させた。ハッダート・少佐は占領地で自由レバノン軍という民兵組織を結成し、イスラエルの傀来部隊として協力したと解消された。1980年にはレバノン各地でシリア軍と LF が衝突した。LF は東ベイルートとベッカー高原を結ぶ。 軍事道路を構築しており、シリアは LF の陣地に攻撃を仕掛けると、LF はイスラエル軍に対して救難を要請し、イスラエル空軍の戦闘機がシリア空軍のヘリコプターを撃墜した。シリアはこの報復として、レッドライン協定に反して地対空ミサイルをベッカー高原に備えした。協定は有名無実になりつつあり、一触即発の事態に陥っていたが、 1981年のアメリカの仲介によってシリアとイスラエルの衝突は避けることができた。1982年6月6日、中英大使に対する PLO のテロへの報復と PLO 撤退のためとして隣国のイスラエルが越境して侵攻する。イスラエル軍は LF やアマルと組レバノンに駐留するシリア軍を壊滅させ、6月13日に 西ベイルートへ突入、国際的非難を受けながらも、ベイルートの包囲を続けるが、徹底抗戦していた PLO も8月21日に停戦に応じ、8月30日にアラファート率いる PLO 指導部及び主力部隊がチュニジアへ追放された。ここで、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアなどは PLO 部隊撤退後のパレスチナ難民に対する安全保障を有名目で、 レバノンにいた国籍軍を派遣した。イスラエルとしてはレバノンを親イスラエル国家として転換させ、シリアひいてはアラブの影響力をレバノンから排除したかったため、LF のカリスマ性のある若手指導者、バシール・ジマイエル、イスラエルと親しい反シリアの政治者を大統領に就任させるつもりであった。事実、1982年8月の大統領選挙において、 イスラム共産派のボイコットを受けながらも大統領に当選した。だが9月、そのバシール・ジェマイエルも LF 本部に仕掛けられた爆弾によって暗殺されてしまった。イスラエルは親イスラエル政権の樹立に失敗し、この事件を PLO 残党の犯行とみなした。当時、LF の情報担当者と言われていたエリー・ホベイカ率いる部隊はイスラエル軍の監視のもと、 パレスチナ難民キャンプで大量虐殺事件を発生させる。この事件によって虐殺を目視したイスラエルには特に国際的非難が高まり、当時のシャロン国防相が辞任することとなるが、コベイカは口述するように、親シリアとも言われており、真相は必ずしも全てが明白ではない。バシール・ジェマイールの亡き後、恩憲派と目されたバシールの兄、 アミーン・ジェマイエルが大統領に就任した。イスラエルは、アミーンとエジプトに続く、中東和平条約、イスラエル・レバノン・タイラ条約を結ぶが、アミーンにバシールほどの政治力はなく、また、世論の激しい反発を招いたことから、最終的に1984年2月に破棄された。パレスチナ難民の安全保障を目的としたはずの、アメリカ・イギリス・フランスなどの多国籍軍は、 内戦終結を望まない核派民兵組織や政治指導者に翻弄されることになる。すでに境外化されていた国軍はアメリカ海兵隊の訓練と支援により再生され、西米ルートを中心に若者が招集された。だが、アミーンはイスラム教徒やシリアに対して強硬な態度で望むようになっていき、1987年5月21日にカイロ協定を破棄している。 この態度は、両者の怒りを生み出し、シリアは、アマルやドルーズ派、新興勢力であったヒズボラに対して、テロリズムも含めたあらゆる支援を得ることとなった。再建された、政府軍は、LF と共に、イスラエル撤退後のレバノン中部、州府産地に生じた空白地帯の奪取に乗り出した。ドルーズ派や、アマルもまた奪還に乗り出し、政府軍、LF とドルーズ派、 アマルは激突することとなった。この山岳戦争において政府軍は多国籍軍に空爆や官報射撃による援護を要請。イスラム共民兵組織が内戦終結の阻害と考えていた多国籍軍は関西攻撃機や戦艦を繰り出してイスラム共民兵に攻撃を加えた。しかしこの多国籍軍の軍事介入はこう予うせず海軍機に損失が出る一方で 多国籍軍の意味合いを変質させることとなった。山岳戦争は、捕虜の存在しない戦争とも言われ、LF とイスラム教産派は敵意を剥き出しにして戦った。いずれの勢力も戦闘で捕らえた、兵士、非戦闘員を競うように殺害し、戦闘と関係のない周辺産地にある対立する、宗派の村落も多くが破壊され、住民は虐殺されるか追放の浮き目にあった。 この戦争で、州府産地に住んでいた多くのマロン派は、東、ベイルートやユニエといったマロン派の都市に、国内難民として逃れ、内戦以来の、住み分けが完成する状態にまで至った。さらに、アマルから分離したヒズボラによる、アメリカ海兵隊駐屯地、アメリカ大使館に対する自爆攻撃が発生する。続いて、フランス軍、イタリア軍の駐屯地。 イスラエル軍の指揮所にも自爆攻撃が仕掛けられた。この実行犯は当時急成長しつつあったヒズボラの下部組織であった。ヒズボラはもともとイスラーミー・アーマルというアマルにおけるイスラーム主義を主張する非主流派であったが、レバノン戦争時にイラン革命防衛隊から同胞の支援を掲げてレバノンに来たした将兵たちによって解消、組織化された民兵組織であった。 シーア派は南部レバノンに多く住み、常にイスラエルの攻撃にさらされていたが、パレスチナ問題には比較的冷淡であった。このため、傲慢さのある PLO の支配に反感を覚え、イスラエルの解放に歓迎の姿勢を見せる者もいた。しかし、イスラエル軍はシーア派に対して無知であり、ドーハの重要な宗教行事を イスラエル軍が妨害し中止命令を出したことによって、一気にイスラエルへの反発が高まった。州府産地における戦闘も、政府軍、LF の敗北が決定的となり、ヒズボラの大規模自爆テロの衝撃から1984年2月、アメリカ海兵隊の撤退を皮切りに他国籍軍は撤退を余儀なくされる。 サブラ・シャティーラ事件の国際的な非難の中、イスラエルもまた、レバノンから撤退するが、南部国境地帯を反占領下に置いたままであった。逆に、アマルやドゥルーズ派は、州府産地の奪還に成功し、ついには、西ベルートからも、国軍を放置く。再建された国軍は再びが開し、東ベルートに閉じ込められることとなった。これ以降、 国際社会の内戦介入失敗を経て内戦の対立は宗派を超えて細分化していく。ヒズボラは政治的な理由に基づく外国人誘拐を繰り返し内戦終結まで続けることとなった。この連続誘拐はアメリカをはじめ各国の怒りを買い、一時は再び多国籍軍によるレバノン攻撃が計画されたほどであった。 イスラエル、アメリカなどが交代した状況下でシリアは同国を軸とする内戦終結を目論んだ。1984年3月にはシリア主催でローザンヌにおいて民兵組織指導者を集めて国民和解会議が開か、9月にはレバノン憲法、起草委員会を招集して会見案を提出させるが、いずれもレバノン政府の存在を無視したこと、 現実的な利権を無視したことなどから成功しなかった。産業は内戦によって崩壊していたが、あらゆる民兵組織は、軍有各挙の無政府状態を利用して、ベッカー高原を中心に、麻薬産業を発達させていく。キリスト教徒とイスラム教徒は、あらゆる場面で対立したが、麻薬産業のみにおいては生産は、イスラム教徒、密売は、キリスト教徒という奇妙な、 役割分担がなされていたという。1980年代後半に政府が実質的な支配においていたのは電話であり、唯一機能していた政府機関は中央銀行のみであったという。多国籍軍による再建が失敗したレバノン国軍は、州派、地域ごとに分断された。キリスト教徒の将兵で占められている東、ベイルート周辺の陸軍部隊や海空軍を除くと、 イスラム教徒主体の部隊は、アマルなど、民兵組織の指揮下にある有様まであった。それでもレバノン国軍は、形式的には存続し、予算配分と装備供与のみは立義に続けられた。装備の多くは、民兵組織に流用された。だが、レバノン国軍は、後述の、解放戦争が勃発するまでは、再び政治への介入に、消極的となった。さらに、核破民兵組織は、 支配地域で税金と称して様々な金銭を国民から徴収していた。例えば、国内のあらゆる場所に設置された民兵組織の検問は交通税を徴収する貴重な資金源であった。また、石油にしても政府が設定した石油税とは別に民兵組織が独自に石油税を設定して上乗せし、実際には政府の石油税も民兵組織が資金源としていた。 どのような宗派のレバノン国民であれ、その社会で出世したいのであれば、民兵組織に入らなくてはならない、というのが暗黙のルールになっていた。1980年中盤以降は、こうした現実的な利権をめぐって、各民兵組織が泥沼の紛争に突入していく。時には、同じ宗派内においても対立が発生した。内戦の長期化は、主義主張の争いから、 利権の争いに変質させた。マロン派においても、フランジュ派のような伝統的親シリア派とは別に、自分たちの身分を保証するのであれば、親、シリアでも構わいという現実路線が生まれてきた。反シリアである LF でも、ホベイカのように、シリア支持に乗り出す幹部が現れてきた。パレスチナ難民虐殺事件の中心的人物とも、言われる、このホベイカを、シリアは、 特にマロン派の切り崩しとして利用しようとしたが、反シリアの若手指導者であるサミール・ジャージャーとの権力闘争に敗れ、ホベイカはシリアの庇護を求めてベッカー高原に逃亡した。イスラエル侵攻後、半ば撤退していたシリア軍は治安維持を名目に再進出し、PLO も多くがレバノンに舞い戻ってきた。しかし、シリアにとって PLO は邪魔な存在であり、 1986年には、再進出したシリア軍とアマルによるパレスチナキャンプへの攻撃が行われた。中でも、PLO 支持の難民キャンプを包囲し、アマルはキャンプに対する飢餓作戦と、必要な重砲撃を加えため、多数のパレスチナ難民が死傷することとなった。また、世俗主義であるアマルとイスラーム主義のヒズボラ、ドゥルーズ派とアマルなど、 イスラム教徒サハにおいて内紛が頻発し、その都度シリア軍が沈静化に乗り出した。このような中、レバノン国軍の中からシリア排除を要求するミシェル・アウン将軍が台頭してきた。アウン将軍の考えは、統一されたレバノン国家を誕生させることにあり、具体的には、レバノン社会からの宗派主義の排除、民兵組織解体による中央集権政府、軍の樹立、 シリア PLO 排除によって外国から主権を取り戻すというものであった。ホベイカ逃亡後、LF の指導者となったジャージャーは、アウン将軍率いる国軍に急接近していき、再び反シリアを強めていった。アウン LF 連合軍には、シリアと対立するイラクが支援に乗り出し、イランイラク戦争の終結で余剰となった武器弾薬や車両を提供した。この一方で、 和平を求める動きも見られ、サウジアラビアの仲介で内戦を終結し、国家再建を目指すタ愛イフ合意が、国会議員団によって1989年に採択される。当初この合意への調印に、各派民兵組織指導者とシリアは消極的であったが、サウジアラビアの説得によりシリアは賛成に回り、民兵組織もヒズボラ、親イスラエルの南レバノン軍。 アウン派などを除いて多くの組織が承諾。その後、ヒズボラは消極的賛成に回り、南レバノン軍は合意そのものを目殺。そして、アウン将軍派はこの合意への同意を堅くなに拒否した。1988年、アミン・ジェマイエル大統領の任期が終了となったが、元来イスラム教のポストである首相にマロン派であるアウンを任命していた。 この直後にアミンはレバノンから亡命同然にアメリカへ移住した。レバノンは一時的に大統領が空位となる異例の事態となった。シリアは反シリアであるアウンの首相就任を拒絶し、伝統的に首相を排出しているスンナハカラホスを首相に就任させた。そしてシリア支配地域であるベッカー高原のラヤクにある事実上の眠り状態に陥っていた空軍基地に 国会議員を招集させ、名簿家出身の伝統的政治家であるルネ・ムアワドを大統領に就任させた。この結果、反シリアのアウン軍事政権とターイフ盲裕旗印としたムアワド大統領の政権の二つがレバノン国内に存在する事態となった。だが、後者は影響力が少なく、バーブダの大統領府はアウン首相が占有しており、ベッカー高原を出ることすら、 ままならない弱体ぶりであり、かつ11月21日に暗殺されてしまった。後継には、エリアス・ハラウィが就任し、シリアのバックアップのもと、アウンハと対峙していくことになっていく。アウンハ政府軍は、キリスト教徒に徹底抗戦を呼びかけた。しかしイラクは、クウェート占領を経て、湾岸戦争に突入して途絶、また、イラクから支援を受けていたことから、 アメリカなどはムアワド及びハラウィの政権に正当性を認め、外国からのアウン派政府軍への支援は断たれた。さらに LF を含めた民兵組織の解体と中央集権体制の樹立を目論むアウンと LF 主導のマロン派国家樹立を目指すジャージャーとは対立し、連合軍は決裂した。この結果、元来戦闘の少なかった東、ベイルートやジュニエにおいても、 マロン派同士の戦闘が発生した。また、イラクがアウン派政府軍に対して、マロン派支配地域から、シリアの首都ダマスカスを、射程圏内に入れるロシア生誕距離地帯地ロケットを供与したというも流れ、現実には供与されなかった、緊張状態が加速した。アメリカは、湾岸戦争へのシリア出兵の見返りとして、シリアに内戦終結を一任することとなった。 アメリカの後ろ盾を得たシリアは、イラクの影響力排除も目論んで、最も大規模な軍事作戦を行うことになった。追い詰められたアウン派は、シリア軍と対決した。この戦争は、解放戦争と呼ばれ、レバノン戦争を別とすれば、戦車や長距離砲、ロケット砲を用いた最も規模の大きな戦闘となった。アウンは一時、占領者からレバノンを守る英雄として、 マロン派ばかりでなく、イスラム教徒にさえ支持者が現れた。しかし、アウン派は支援も途絶え、シリアの猛攻の前に敗北。立てこもっているベイルート東南のバーブダにある大統領府へのシリア空軍の爆撃が始まると、アウンはフランス大使館に逃亡し、亡命を申請した。この総攻撃は、レッドライン協定違反だったが、イスラエルはアメリカの怪獣により、シリアへの避難を控えた。 この結果、1990年にシリアがアウン派政府軍を制圧した。この際、多数のアウン派政府軍将兵が処刑されるか、シリアに連行されたと言われる。親、シリアでアウンと対立的であった海軍将校のハラウィを中心に、キリスト教とイスラム教徒両派の民兵組織指導者が閣僚に就任した巨国一致内閣が樹立した。東ベールート ジュニエといったマロン派の本拠地に侵駐したシリアは段階的に民兵組織を武装解除して内戦を終結させた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。